何か聞こえる。めちゃくちゃ綺麗。そのまままずはいただきます。パン無料。あーめちゃくちゃ美味しい。ののチャンネル2日目の朝でございます。いやーこれからね10分9分へご案内いただくので楽しみです。ね、夜市も行けるので楽しみだ。習字できる人だ。あ、できないです。このちゃんと止めがある、羽があるもん。OK。 納豆の方が匂いするでしょ。じゃあもう台湾進めます。ウーロンミルクティーおすすめのです。タピオカミルクティーを使います。これは日本同じレシピ。おいしいことに間違えね、今年台湾文化交流ショーということで、本日はですね、めちゃめちゃスペシャルゲストにお越しいただいてます。行きましょう。すいません。はい、普段はこう何をするの？ツンドゥンドゥンに。そうなんですね。じゃあ、早速ね、中入りましょうか。はい。はい、行きましょう。よろしくお願いします。イエーイ。果物食べ尽くしをやりましょう。ちゃんと季節をね変えてこないと。はい、間違いない。夏に来たら台湾に染まってる皆さんに本当に台湾の人に優しいから。じゃあ、いやもうマジで愛子さんと高橋さんのパワーよ、フレンドリーさよ。お二人が面白すぎて。楽しかったな。でもめっちゃ悲しい。だって台湾にいるんでしょ。寂しくなるの。ね、本当。あ、久しぶりみたいな。二人に再会するために台湾来たのかなって思った。初めて会うのに。そう、やっぱ台湾に来たらご飯楽しみたかったから、今回の旅はもう大満足なの。昨日、今日、でも明日もまだ食べられるっていう。楽しかった。明日もね、また元気に元気に
いろんなものを食べるべくしっかり寝たいと思います。すごい、しっかり寝てしっかり食べて健康的ね。お二人の動画がどんな風にね仕上がるのか、編集してくださるのか、すごく楽しみですね。というわけで明日もまた楽しみましょう。おやすみなさい。はい、台湾3日目、もうだいぶね、私は朝からちょっとみんなと一部スタッフと活動してきたんですけど、やっと全員揃いまして、今かき氷屋に来てます。え、すごい、やばい。そう、ずっと今ね視界の隅にこの子たちがやってきてて、あまりのインパクトに喜びが、にやけが隠せなかった。ドドン、めちゃくちゃでかいマンゴープリンが、おまけでサービス精神がすごい。では早速いただいていきましょう。ね、これどっから食べるのが正解なんだろう。でマンゴーソルベとマンゴーと、まずは普通にね、いただきます。あ、めっちゃ甘い、おいしい。うん、なんかどこをどうつついて食べてもちゃんとマンゴーの味が広がります。しっかり日差しがあるし、屋外だしで美味しく食べられます。よかった、かき氷日和だ。うん、というわけでかき氷食べ終わりました。寒いって思ったけど日向に来ると意外と大丈夫。そしてなんか癒されますね。やっぱ今日の天気最高だ。ちょっとこの後はね、まあ飛行機までまだ時間もあるので少しこの辺りを散策してお買い物できたらなぐらい。ちょっとお土産を見てきます。ではまた後で。なんかいっぱい可愛い雑貨あって困るんだけど、なにこれ。あっという間だったな3日間。まだ終わりじゃないですけど、昨日たかしさんがおっしゃってたとこのヌガーな気がする。すごい、いただきます。めっちゃ試食くださるんですよね、台湾のお店。いただきます。うん、濃厚です。こっち向いて、オッケー。
ースに落としたら来るときめっちゃ軽かったのに、とんでもない重さになってた。これいいね。はい、というわけで3日間の台湾訪問企画、ついにお別れの時間がやってまいりました。いやー本当に1日目はね、そう、純子さんが心強い通訳さんとしてご同行くださり、もう高校生の時の思い出の場所に再び訪れることができたり、2日目はね愉快な高橋さんと愛子さんの2人がそれぞれ企画を持ち寄ってくださってね、あちらの YouTube チャンネルにお邪魔させていただき、これまた大充実の丸一日をね過ごさせていただきました。まあ、3日目はちょっとスタッフ陣と共にね、ちょっとゆったり日本人らしい観光をしてみたり、でお土産も大充実で、すごくもう全体的にも毎日楽しかった3日間だったなと思います。もう帰るのやだな。そうだ、1日目お世話になった純子さんも、2日目お世話になった高橋さん、そして愛子さんも、皆さん3人とも YouTube チャンネルやってらっしゃいますので、ぜひそちらもチェックしに行ってください。あの、私が出演させていただいてる面白い動画も、ツアー動画もありますので、そっちもちゃんと見てきてくださいね。というわけで、今回のののチャンネル以上となります。こちらの動画を面白いと思ってくださった方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、あとコメントなどもぜひぜひよろしくお願いいたします。また各種 SNS もやっておりますので、インスタや X、 そちらのフォローもお待ちしております。いや、また台湾来られるといいな。というわけで、下次再见バイバイ、またねー